こんにちは、シュです。今回は10月のチャレジューやっていこうかなと思います。じゃあやっていきましょう。で、今回なんだけど、一応ね、ボスをワンパンできる編成で来ようかなと思って、一応ワンパン編成です。ボスがね、初手で 99% なんとかやっていくんだよ。なんだけど、多分いけると思う。 OK。 で、とりあえず回復全部処理して、できるだけね、ここでスキルダメしたいんだよ。なかなかスキル貯めれるポイントがないんだよね、このダンジョン。なんで序盤ぐらいしかないんで、序盤でしっかり貯めます。 OK。 うん。で、回復は常に処理のイメージ。で、筋肉マンのね、変換が木なんだよね。なんでなるべく木は残したい。はいよ。で、ここでいこうか。ここで筋肉使って、こいつさ、超硬いんだよね。なんでこれでも全然倒せない可能性が全然あるんですよ。あ、でもいいね、盤面が超いい。で、回復落ち込んはいらない、すごいいらない。 OK。 多分、いや無理か。そう、すげえマシ硬いんだよ。で、イルミナかな。無難、いや、ベジット打っちゃおうか。ベジット打って、ここで色呼び寄せれば激アツだな。いや、でも来ないかな。 OK。 そうだね、なんか変な感じになっちゃった。結局しょうがない、筋肉マン使います。筋肉マン使って、で、ここでしっかり回復はしないで、多分こんな感じでいいと思う。ここまで削ってればいけ。ナイス、結構ギリギリだったな。で、この子が結構ね、多分陣が決まってんだよね。何回かやってんだけど、確定で火が5個しかないんだよ。なんでこれ決まってる陣だと思います。で、ここはあれなんですよ、7コンボ出ればいける。1、2、3、4、5、6、おちょんこ7、 OK。 これで多分倒せんだよね。ナイス、いいね、キラーが刺さってる。そう、今回ボスがね、神タイプなんだよ。なんでこの神キラー3つ持ちの6号を使っていい感じにいくっていう作戦なんですよね。OK。 で、ここで HP 調整して、あ、すげえ、結構削んだよね、本当に。で、ここどうすっかな、倒しちゃおうか。偶然回復もなくなったし、ここでいきます。はい。で、ここはあえて火はちょっとだけ残して、うん、いやー、いい、惜しいね。今火やったらすげえベストだったんだけど、まあしょうがない。で、この次なんだっけな、あ、君か。ここもう一回回復しよう。一回回復します。そう、こっから指がやばいんだよね。4秒か、まあ、4秒あれば一応覚醒状態、無効状態状態だから、はい、OK、 いいね。あ、で、これ火落ち込んきて倒しちゃってもいいよ。まあ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 、うわー、すげえ、結構削んな。やばい、死ぬこれ。あぶね、あぶね、死ぬかと思った。で、筋肉使っちゃいます。筋肉使って、ここは回復しない方がいい気がすんな。今の感じだとだいぶヘッポコンボでいけると思うんだよね。なんでこれでいけます。で、ちょっとだけ火温存で、うん、いいよ、悪くない。で、この次があいつか、タン。そうだね、金タンだね。で、ここでツーウェイは欲しい。これでいけんじゃないかな。で、次も先生あるんだよね。いいね、いい落ち込ん、回復落ち込ん、ありがたい。あー、でもこれだとあれかな。あー、でも筋肉マンで HP 調整は一応できんのか。半分切ってほしいけど、どれぐらいだったかな、先生。半分切ってるね、これ。で、これあれ使うんですよ、時空調律陣。で、ワンパンします。ワンパン、これできたら4つ消しの方がいいんだけどね。難しいな。4、4、3、3、4、3、3。はい、ちょっとひどいけど、多分落とせると思う。で、次もね、先生あるんで、ここでしっかり回復しておきたい。よし、いいぞ、来てる。いいね、ボスワンパンいけるかな。この6号にネルバンエンハース、5番エンハース、5番エンハー継承してんだよね。で、これ使って、来た！ 5 番エンハー使います。
うわ、これ通名の方がいいよね。ただ組めないんで平積みでごめんなさい。平積みでごめんなさい。はい。この 99% 弦を多分これでいけると思う。いい落ち込んだ、いい落ち込んだ、いい落ち込んだ。いい、よし、やったー、ワンパン。しかもプラスで落ちた。これキングホノタンだっけ、あれってさ、進化後で落ちてんのかな。ああ、ランク上がんねえのかい。あ、いいね、これ。ここで結構回収できんじゃん。あ、でも20体いるな。はい、ということで、じゃあ今回これで終わります。バイバイ。